ということで、一通りカレーも食べ終わったところで、ここでですね、加賀さんがですね、おりましたわけでございます。護衛艦の加賀ですね。ということでね、これ見学もできるってことだったんで、よし、じゃあ行ってみようということでですね、行ってきました。ちなみにですね、天気もですね、晴れてきましてですね、もう、絶好の、なんと言いますか、カンカン日和というんでしょうかね。ということでですね、じゃあ見てこようということなんです。ちなみにですね、加賀さんの前でですね、何かをしている方が見えました。なんとですね、加賀さんですね。カンコレの。ということでですね、まあ、誰かはいるんじゃないかなとは、ね、うすうす思ってはいましたけど、やはりいましたね、猛者が、加賀さんの前で加賀を取るということですね。実際ね、この加賀さんね、すごく、作り、すごいです。装甲とかね、結構ね、細かく作ってあったんでね、修復ね、のね、バケツなんかもね、ちゃんと、作ってあるあたりがね、さすがやなと思いました。ちなみに、今回はですね、加賀さん以外にもですね、護衛艦加賀以外にも、練習艦の瀬戸行き、掃海艇相島、あと、掃海艇宮島、ですね、あとはですね、まだ、他にもですね、いくつか艦の、公開はありました。潜水艦も来てましたね、今回。すみません、ちょっとね、そのあたりまではね、実は時間の都合で、スタートがね、遅れてしまったんで、実は全部を見ることができなかったんですが、加賀さんは、しっかり見てきましたよ、ということでですね、このあたりから、写真ですね。いやー、わかりますかね、この大きさ。なかなか写真でね、でかいなーって伝えるの難しいんですけどね、まあ、人の大きさとね、手前におる方とね、比べるとあれってなるかもしれませんけど、奥にいる方の大きさと、この艦艇とですね、比べてもらうと、おやっと、なってくるんじゃないかな。あれは、ちょっとモザイクね、かけてあるんで、ちょっとわかりにくいかもしれませんけど、そうなんです。で、いや、実際すごい大きさですよ。この大きさの船がね、間近にあると、さすがにですね、もうあるだけ相当な威圧感が、ありますね。さすがね、加賀さんという感じです。大きさ、これだとまたちょっと分かりますかね。この横が、左手に、右手に見えるのが、加賀さんですね。で、その横に見えるのが、これ、練習艦の瀬戸行きです。ね、同じ護衛艦、まあ、練習艦ですけどね、瀬戸行きは。で、わかりますね、大きさの違いのスケール、これで分かりますかね。ね、相当に、高さも高いし、大きいんだなっていうのが、これでお分かりいただければ幸いです。で、中にじゃあ乗り込もうというわけですね。何せね、今回は公開されておるわけですから、こそこそと入るというか、こそこそでも入ってはいけませんけど、今回はちゃんと入れますから、正面切ってですね、よろしくお願いしますと、入ろうと思うと、まず、お出迎えがこれですよ。かかっと。いやー、さすがですね。おお、本当に加賀さんやと。いや、こね、いやね、すっかりね、観光で気分のね、あれになってましたけど、これはもうガチンコのね、護衛艦ですから、ね、ちょっと気を引き締めてですね、行かないといけないなと、ね、いうことで中に入っていくわけなんですけど、おやっと。おやっと。なんか、見覚えのある加賀さんがいる気がするんだけどなと思ったんですけど、これはですね、あくまでも、カンコレとは関係のない、この護衛艦の加賀の、ね、キャラクターの加賀さんらしいんで、はい。あくまでもですよ。でね、ちょっと気を取り直してね、ああ、よかったよかった。ちゃんとね、ありますね。海上自衛隊護衛艦加賀と。これも、このね、タペストリーっていう、フラグですかね。ね。もう、すごい大きいですからね。これね、こうって、ね、海上自衛隊の衣装着て、ここに立ったりとかって言って、記念撮影なんかもできますよっていうのをやってましたね。すごい混んでたんでね、ちょっと私はそのままね、ずーっと見てたんですけど、おっと。これは
まあまあね、まあ間違いなくね、観光税3ですよね。うん。うん。これね、わかりますかね。ちょっと映りがね、ちょっとね、光の加減でわかりにくいかもしれませんけど、なんか、コラボの、ね、クレのね、コラボの観光税のやつが、なんか、ちらりちらりと見えますが、ちなみにこれね、位置的にね、どういうとこかというと、さっき、一般の皆さんがね、撮影とかしておった、ね、カカッと書いてあったですね、旗の真裏ですね。まんまの裏ですね。よーくね、前の写真で見るとね、ほら、映ってますよね。チラッと。ね、日置きの、模様がね、見えとるということで、まんま真裏はこんなことになってましたということです。まあ、あくまでもこれはカレーフェスタの方ですからね。カレーフェスタの方ですね。書いてありますのね。令和元年10月19日ね、カレーフェスタとのコラボで香川さんですからね。なんか、そこに、なんか、ね、観光で言いますけど、それはね、あまり、気にしてはいけませんということみたいです。で、まあ、ね、撮ってきたのもあれですけど、ちなみにね、ちゃんとほら、ちゃんとやってますからね、ほら、公開してますよね。うん、これは、あれかな、休校、かな、ね、いろいろ防火服ですかね、こうね、実際に着てね、こういうの重たいですからね、実際着てみると、おお、こんなん着とるんやってね、わかりますからね、こういうね、体験ができるというのはね、非常にいいことだと思います。で、アンケートコーナーは、なんかもう、なんかあれ、すごく見慣れた感じの子たちがいますけども、まあ、これは、あくまでも、ね、あくまでも、会社自体の、ね、キャラクターですからね、マスコットらしいですからね、たまたま加賀さんのマスコットなんで加賀さんで名前ですけどね、うん、なのかな、うん、特に私は加賀ですとか書いてあるところはなかったけど、ただね、私ね、取り損ねたんですけど、一応取れてるんですけど、これ分かりますかね、これはね、海上自衛隊の方のね、加賀さんなんですけどね、今日はカレー、いいですね、気分が高揚しますって書いてあるんですね。どこかで聞いたことがある加賀さんの、確かに加賀さんのセリフで、どこかの加賀さんのセリフで聞いたことがあるんですけど、あくまでも、あくまでもこれは、海上自衛隊の公式ですからね、とかく、恐れ多いことはね、わざわざしません。いうことですね。ちなみにね、この写真とかが貼ってあるあたりにね、お手洗い方に書いたんですけど、やっぱトイレもね、独特ですよね。船のね、中でも、やはり概要に出るように作ってあるんで、トイレね、さすがにね、ちょっとね、トイレもだいぶ混んでたんでね、撮るわけにもいかんかったんですけど、なんていうか、握り棒があるんですよね。ああいう船って。いい船がわーっとね、大きく揺れてもですね。まあ、これだけの、正直、加賀さんクラスの大きさになったら、台風が来てもびくともしなさそうですけど、ね、昔、エビ88になりましたよね。エンタープライズ級の、空母に乗っ取って、もともとね、海軍出身のね、海兵出身の、ミッキーはね、まあ、全然揺れねえ、楽だなと思っとったら、全然空母に乗り慣れてないね、砂漠の兵士やったらみんなが、みんな船用意してダウンするっていうね、シーンなんかありましたけど、まあ、実際ね、揺れが広い時とかでもちゃんとね、掴んでね、ね、できるようにっていうことでね、そういうような設備があったり、あとは蛇口もね、赤外線とかそういうのじゃなくて、ね、こうレバーでジャーって引いて出して閉めるっていう感じでね、ような作りになっておるとかね、ちょっと独特の作りなのが、やっぱし、ああ、こういうところが護衛艦だなというところですね。ちなみにね、これね、さっきからね、多分途中からこの画面にしてあったと思うんですけど、ね、なんか、いろんな、キャラクターがいるらしいですね。加賀と稲妻とサミダメとさざ波。あくまでも護衛艦です。あくまでも護衛艦の話でございますからね。あまり、多くはね、それ以上はね、はい。
ということです。まあ、こんな感じでね、わかりやすい図でね、イラストでね、お子様にもわかりやすいようにね。で、お子様もね、いっぱいね、見え、出ましたからね。ね、ちゃんとね、お子様にもわかりやすいように、こういったような、やつもしてみましたよと。うん。じゃあですね、そうですね、クラマーの、公認としてね、加賀さんがやってきまね、週に延期しましたよ、ということですね。これがもう、2年なんですね。2年経つんですね。そう考えると、ね、なかなか感慨深いものもあります。ね、ちなみに、ここに、昔のね、航空母艦の加賀さんと、ね、この出雲型護衛艦の加賀さんの、比較についても説明してありますけど、まあ正直大きさは実はあんまり変わらないんですよね。大きさはもうあんまり変わらない。排水量が、ね、少なくなっておるけど、どこに書いてありましたっけ？真ん中の方に書いてありました。排水量こそ正規空母であった時代の加賀に劣るものの、海自最大である出雲型は全長248メートル、全幅38メートルの巨大な護衛艦であると。大きいですね。大きいですね。さあ、ちなみに先代である、航空母艦加賀が248.6メートル、全幅 32.5メートルですが、ほぼ同じなんですね。うん、ああ、ね、ね、あくまでも護衛艦ですけどね。うん。いやー、ね、そりゃね、いつでも空母になりそうな大きさですね、という、ことなんですけど。いやー、まあ、ただね、空母にするというのは空母にするで、また大変ですからね。うん。よいしょ。ね。まあ、そのあたりはまたね、いろいろとあるところでございますから。まあ、他にもね、いろいろと飾ってあるんですけど、ね、あとはね、ちょっとね、これはね、よいしょ。でね、この後ね、実はね、エレベーター、この加賀さんのね、いわゆるヘリコプターとかをね、上げ下げするエレベーターがありまして、そのエレベーターに、乗ってきますと、いうことです、で、そのエレベーターの様子はね、ちょっとね、動画に撮ってありますんで、その動画を見ていただこうと思います。最初にね、先の方がね、乗ってくるのをこうね、下からこうずーっと撮ったのと、実際に中に乗ってですね、そのエレベーターに、上がってくるエレベーターに乗ってる様子というのをね、2本続けてね、お送りしたいと思いますので、どうぞご覧ください。うわ、すげえ。うわ。うわ、すげえ。
はい、ということでね、上に上がってきましたよというところですね。いやで、実際ここで、まあ、広いですね。すごいです。広いですし、高いですね。実際上に上がってくるとですね、高さがビル5階とか、それくらいの高さは十分にあるんじゃないですかね。本当に。海の方を見たら、ちょっと下からのね、覗く感じになるとちょっと怖い。橋の方に行くとね、ちょっとね、高所恐怖症なんで私、ちょっと怖いなって感じるぐらいに、ま、高さでした。で、またね、ちょうどね、空のね、高さ。まあ、奥のね、だって大型フェリーのね、高さとかからね、ちょっとご想像いただけるかなと思いますけど、まあ、どちらにしろ、この眺望はすごい良かったですね。ほんと、ちょうどね、晴れてくれたんでね、これ、会場着いたとこぐらいはまだちょっと雨ポツポツ当たっとったぐらいでしたからね。そう。なんですけど、まあ、晴れまして。で、またこのね、雲とね、青空と、上にですね、この加賀に、搭載されている関西ヘリですね、のヘリコプターも、展示がしてありまして、これね、実は、中に乗り込むこともできました。実際に、お子さん連れの方とか、いろんな方がね、中に乗って、どうぞってやってましたね。ちょっと、私はね、時間もあったんで、中ちょっと乗ることできませんでしたが、さあ、このところどころに、見学順路、基本的に時計回りで見てってくださいねっていう感じだったらしいんですけど、おやっと。ね、こうなってくると、いよいよ、どっちのなんだかわからなくなってきましたね。だってもう、このね、胸当てしてね、このね、弓道着姿の、感じはね、なんですけど、これは、あくまでも、そうですね、DDH184 ってね、JS かがって書いてありますからね。ね、JMSDF って言ったらね、これジャパンマリンセーフディフェンスフォースですからね。間違いなく海上自衛隊の看板の方ですよね。なんていうのもありましたけど、まあ、そんなことは置いといて、まあ、そちらの人で本当にね、景色が良くて。で、これね、ぐるっと一周歩こうと思ったらですね、これ結構、広いです。ね、実際に、ここからですね、ちなみに、これですね、会場ですね、カレーフェスタの会場の方を見るとこんな感じでしたと。いやー、相当、ね、距離、実は結構距離が離れてるっていうね、会場の方から見てるとね、でかいんでね、そんなに離れてないような感じがしますけど、実はこっちから見てみると、結構な桟橋距離歩いたんやなというね、ことがわかりますね。これは、そうですね、甲板の前景といいますかね、岸側の方からこうずらっと撮りましたけど、まあとにかく何せこれだけの人がわーっと集まるね、どっかの広い公園かね、広場かっていうぐらいのね、すごいキャパシティというか広さで、他にはこれですね、12.7 ミリ、銃機関銃ですね、こんな感じですね。キャンジは、射撃の受け持ちになるわと。こんな感じですね。カカさんが説明をしてくれるというようなんで、非常にわかりやすくね、作ってありますよね。こういったいろいろね、書いてあります。これはちょっと、これさすがにちょっと字が、細かすぎて読みにくいかな。よいしょ。ちょっとすいません。もうちょっとアップで撮れればよかったんですが、あんまりうまいこと撮れませんでしたね。で、完成と、金、ですね。ということで、まあ、こんな感じで、ぐるりと、見て回りましたと、いうことですね。最後にこれちょっとね、写真だけね、外から撮ってきましたけど、これ書いてありますね。親潮ですね。親潮ですね。ということですね。ですね。朝潮型ですね。まあね、朝潮型かどうか。まあ、よけとりますけど、これ、その写真で見てもらったら、わかりますかね。ちょっとギリギリ間に合わなかったんですよね。入場ゲートのところね、今、係員さんが立ってますけど、
係員さんというか自衛官の方ですね、立っていらっしゃいますけど、本当はここから乗ってこう中をこうぐるっとね、中には入れないのかな、多分そこでちょっと潜水艦は中に入ろうと思ったらすっごく大変ですね、どうなんでしょう、どこまで公開されてたのかちょっとすいません分かりかねるんですが、うん、実はもう受付ギリギリ間に合わなくて、すいません、もう受付終わっちゃったんですよ、ということで、そうですか、すいません、ということでね、ちょうどギリギリ前やってたね、今、降りてきてる方がいるっていうところですよね。なんでですね、中で、まだちょっと見てる方がいるんですけど、ということですね、もう入場は受付終了しました、といった状態でしたということですね。後ろには、当然ね、こういった、式典でやね、セレモニーに来てますね。後ろにはちゃんと直立機もね、なってます。まあ、ちょっと風がなかったんで、なびいとは言いませんがですね、こういうような構造になってますよ、ということですね。終了で終了ですけど、あと言っとかないといけないのは、これだ、最後にね、写真に出てますけど、ちなみにですね、帰りの、バスは、とてつもなく混んでました。はい。っていうことですね。あとこれだけ最後に触れとこうかな。これね、ちなみに、観光でのやつですね。これは観光でのイベントの方のやつですね。バスで降りて、夢タウンに行くのにね、手前のところを降りてですね、夢タウンで一番近いところを降りて、そしたらちょうどですね、これが、なんていうところでしたっけ、バス停の名前、忘れちゃいましたけど、まあ、ちょうど降りたところで、ちょうど、看護師のスタンプラリーを撮ったで、スタンプラリーをしてる、皆さんを、パシャリと撮って、ね、かかさんここに戻ったな、でもこのかかさんな、さっきね、かかさんの方で、加賀さんね、の中でね、見ましたんでね。こっちにも飾ってあるの。いや、本来はこっちに飾ってあるべきものなんですけどね。うん。こっちに飾ってあるのが本編なんですけど。まあ、そんなことは置いといて。で、これは、まあ、こんな感じで皆さん、スタンプラリーを巡るのに、ですね、歩いてる方もね、結構多かったみたいで、道中でも見かけました。っていうのは、一番端っこがね、実はこの会場の、桟橋のところにあったんで、前の動画のところ、この動画の最初にちらっと映ってるかな、ところでありましたんで、まあそちらの方まで歩いてかれる方もいるということですね。当然、こんな感じで、自衛隊のね、車上もね、出入りしてますよということですね。ナンバーね、隠してはありますけど、独特のナンバーですよね、自衛隊用の車上は。このナンバーのね、四日市でもね、見かけることはありますし、私、あそこですね、被災の方ですね、うん。昔あっちの被災の方でちょっと仕事しとったことがあって、高千谷ですけどね、仕事しとった場所は。うん、高千谷のところによると、よく、見かけましたね。陸上自衛隊のね、駐屯地がありますんでね、よく見られた、ナンバーではありましたけど。ということで、この動画で、の、パートは、以上となりますね。次回のところで、野戦ですね。野戦と、ですね、観光でのイベントの方をね、ちらっと出てきたのと、そのまま帰路のところまでね、一緒にまとめてやっちゃいたいと思いますので、以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。